皆さんこんにちは、フォーゲーマーのオルチュース。どうもコスケです。よろしくお願いします。さあということで今回もサモンズボードやっていきたいと思います。はい、今回は、レアガチャ大川月桃伝慶長っていうのかな、あの学園系のやつですね、で今回ですね新キャラ2体いたりとか、あガチャには新キャラ2体いたりとか、はい、あと交換所にいたり俳優がいたりとかしてますけども、結構5キャラぐらい、まあ、新キャラだけでいったらそうね増えたんじゃないですかね。増えてますね。はい、まず今回これシューラの優。シュラじゃない、シュラなのかな、シュラってこの字じゃない、違ったね。シュラの字は違う字だ。あ、そうか。そう、はい、リーダースキル、水光属性かつ攻撃タイプの味方は攻撃力が36倍。もうシンプル 36? シンプル36です。はい、そいつ HP が3倍で、ひいき闇属性のダメージを 20% 軽減で回避率が大幅に上昇と。根性持ってる。そう、コンゼウとあと攻撃吸収ですね。まあこれちょっと条件が確かにまあ厳しいね、水、光でその中でかつ攻撃タイプ、攻撃タイプだからまあちょっと狭いけど、でもまあかなり強力と。でスキル、チェーン速攻、横3列の敵に光属性攻撃力200倍防護貫通かつ特定軽減効果貫通かつバリア破壊ダメージ、え水光属性の味方全体オートバフ状態、自身はスキルダメージ3減少持続症を付与して、3ターン内ではスキル物理ダメージスキルを 70% 軽減し2倍で反撃と。うわー、もう何でもできちゃう。あでもこれさ、スキル単1ターン減少だから、まあ最短でも6で1だから、まあ、5ターンか4ターンで継続が、で、まあ、2ターンとか、3ターン、あ3ターン、その軽減が3ターン使うから、まあ、ほぼほぼずっと回しっぱできる、回しっぱに近いぐらいで使えるんじゃないかな、はい。そして T スキル、回数制限1、自身が1ターンの攻撃力30倍、残り HP が 99% 減少と。復活もしたことないもんね。あでもその代わりにあれか、あの根性持ってるから、でも根性って 99% のあれでも反応するの？ね、反応しないと思う。99% 減だから多分 HP が2とか、1になることない気がするけど、でも1でもいいと思う。そのあそうか、0になるダメージ受けた場合だから、ね、そう。じゃあ別にあの範囲に入るのかだと思う。だから T スキルやって攻撃されても1回耐えて、もう1回されても耐えるっていう感じだと思うけどね、まあ、ちょっと使ってみないと分かんないですが、はいはい。そしてドゥルン、こちらウコン、はい、なんだこれ、立花好き学長、官学長、これあれじゃないの、ほらライバル校、ね、ライバル校って言ったやつの方だと思う。しかも学長来ちゃったんだ、4代目ウコン、はい。全体が防御アップレベルを持ってて、エリダースキル、水属性また HP タイプまたアタックタイプ味方広、攻撃力20倍、HP が3倍、攻撃ターンまた回避ダウンまたダメージ増加状態の敵に対し 1.4倍、28倍ですかね。で毎ターン HP が 10% 回復と、まあ、だからまあ軍師タイプというか周りのね、そうね、まあさっきに比べるとリーダースキルの攻撃力は下がるけど範囲が広いっていう、はい。敵全体1ターン内で受けるスキルダメージが 3.5倍、攻撃力 70% 低下、全矢印が攻撃化状態、この表記変わったな、アンド自身が HP10% であればさらに自身は1ターン内で防御力が1万上昇、アンド連鎖爆状態、 HP100% であれば、で連鎖爆状態、自身はスキルダウン3ターン減少、じゃあ一生打てるやんこれ。でも HP100% というのがちょっと条件あるよね。まあ確かに、まあ、だから回復役が誰かいれば、これさ、どこにかかってんだろう。その自身が HP100% であればさらに自身は1ターン内で防御力が1万上昇、アンド、このアンドも HP100% に含まれてるのかね。どっちだろうね、別なのか、その HP100% じゃなくても連鎖爆状態になるのか、 HP100% だったら連鎖爆状態にもなるのか、ちょっと表現がむずい、難しいね。まあ、でもアンドだから含まれてる、含まれてる気がするわ、じゃないだったらもっと前に書く、そうだよね、1個前に書いてるもんね、でこんなとこまで考えなきゃいけないんだよ。いやいや別にいいだろう。はい、みたいなのがいますと、はい。で俺結構多分ね持ってる、持ってると思う。多分花赤丸持ってないぐらいじゃない。あでも季節系もいるんだ、ちょっといるね。うん、花赤ちゃんぐらい、月天章系が全員来てるんだな。ほらね、
ああとあれ俺これいたっけ、こいつの今回覚醒も発表されたと。投手ちょっと見てみようか。刀主人あいません。あ違う待って、どうなってる。います。いるんかい。います。覚醒してください後で。はい。でこれってことは多分俺本当に新キャラプラス、あこれじゃ、さっきの花岡ぐらいだね、うん、まあほな行くわ。石どんだけあんだよ。最近当たっちゃってさ。いや本当にね、石の余ってんだよね。いやだからあれだよ、エヴァンゲリオ分が勝ちたんだ。確かにエヴァ分は回収した気がする、うん、あれマジで引いたからな。いたね、止まったらね勝ち。あーでもいいのも出てる。あでも結構いいの出てるね、うん、えまあいったんよ。あーすごい、まあいったんよ。浅野くん2体ですよね。浅野くんも強いけど他のねちょっと強いキャラが出てきちゃったからな。確かにね。おでも俺33回でへえもらえるんだ。桜姫もらえんの。あしかも確かあれ、うん、結構もらえる。え99でいけんだ。あらなんか今回優しめだね。でまあ優しめだからな、うん、もう99回引くのはちょっとなかなかあれだけど。確かに大体60、50ぐらいかな。頑張ってみんな頑張って99ってこと500個ぐらいか、うん、450個とか。俺足りてないかなその時点で。ちょっと足りてない。出てはいる。わーかがりかがりに来ても俺もういらないんだよな。けどこのリーダースキル強いからね、その威力だけで見たらかなり、うん、おじいちゃんね。そう高いからな。おいよ3個ね。ちょ、椅子1個ぐらい、うん、おーっと来るぞ。はい。いやお前かいこの鳥なんだっけこの鳥の名前ね、もともとでかいのがいて、うん、ちっちゃいバージョン、ね、鳥とか言ってひどい言い草ですよ。お結構引くね。まだ引く。これで200は残したい。これで20連、あ、40連44。いいよ、でも来るよ。はい、あああ頑張ったんだ。持ってなかったんだ。あ、そうか、俺もともと火の方、火属性の方持ってたけどって感じか、うん、あまあでも演出入ったからもういいか。まだあるかもしんないよ。惜しい、ビンゴしよっかな。今のは僕で。いや、この流れは引いた方がいいやつだ。これ来てるよ、うん、これラストにします、うん、止まれ止まれ。あ、来た。止まんねえからよ。そっちなんだ。あ、トゥーリオの方だったのに。集まれ。おかがり。はい、はい、ウィー終了。はい、ということでね。まあでも早いな、徹底が。まあでもあと何回俺。じいちゃん。あ、六七八九。でももう持ってるからね。まあこれはね、でも六七八九で4回だもんな。まあ考えよう。あ、4回だったらいけんのか。いやーやめよう。でも引きますよ。いやないや、あ、じゃあ、はい、ということでですね、今回は今回はちょっと引いてみたんですけど、うん、まあ一応演出ありましたんで、はい、まあ良きかなと思います。多分まだダンジョン来てないやつもあると思うんで、うん、その辺もね、楽しみにしてほしいなと思いますんで、ぜひ皆さん挑戦してください、はい、はい、といった感じで今回の動画以上となります。それではまた別動画でバイバイ。ちょっと透けてる。消えるのか俺っち。